ビッカース・ビミービッカース・ビミービッカース・ビミーは第一次世界大戦時のイギリスの重爆撃機である。RK ピアソンの設計でビッカース社により製造され、1917年11月に初飛行した。実戦に参加する前に大戦は終了し、製造はキャンセルされた。終戦前に爆撃機として完成したのは3機のみである。ビミーは イギリス空軍で1919 19年から1925年まで使用され、ビッカースバージニアに引き継がれた。旅客機への解説計を行い、10名までの乗客を収容可能とした体系の胴体を持つ民間用のビミーコマーシャルは1919 19年に作られ主に外国で使われた。またこれとほぼ同様の設計の軍用輸送機型であるバーノンも製造されている。 コマーシャルとバーノンはいずれも同体員以外は爆撃機型と同一だがコマーシャルは爆撃機型にはなかった機種車輪が追加されている。ビミーは世界初の飛行記録に使われた。例えば、ジョン・オールコックとアーサー・ブラウンの無着陸体西洋、横断飛行、ロス・スミス、キース・スミスらのイギリスからオーストラリアへの初飛行。 バンライノバルドとブランドのイギリスから南アフリカへの初飛行などに使われた性能武装ありがとうございます。